どうもショーマルセブンでございます。はい、今日の動画はですね、まあリスナーさんのね、ランクのね解説していこうと思います。本日はタルちゃん4の方ですね。はい、よろしくお願いします。じゃあよりやーずチャンネル登録よろんスタート。はい、よりやーずー。タルちゃんから見ていきましょうか。いつ見て、あ、いつ見て、あ、いないことを確認して飛んでますね。いいですね。え？出ないことを確認してるね。あ、いいですね。素晴らしいジャンプです。ちなみにこれ野良ランクです。別に行きたくはないんだよな。え？これはまあ謎の綱渡りですね。まあプロチェンよくあるんだけど、周りが見えてない感じかな。でスキャンして、まあ、そうです、手前にいないことを確認する。まあいいですね。で敵を検知して、まあ、下でしたかね、見えなかったけど、ボックスの回収に向かったかな。で一応まあ野良がデュオっぽいですかね。一応、まあ、結構距離離れちゃってますね。まあ味方も本当に勝手に撃っちゃうような感じですね。で3対2、はい。あ、まあここは好きなんじゃないね。確実に置いといた方がよかったね、レッキルを。で、一応ここ、戻ったりはまた通したかったのかな、おそらく。で、ここ、あ、ここ多分出るのはいいですね。ここ出るのはいいですけども、これとかな、ここですね。扉押さえてリロードしないと、やばいかな。扉押さえると敵のタイミングで撃ち合い発展します。まあ、この敵のレオバが、まあ、サブ武器に変えて扉開けるだけで撃たれてしまうんですよ。なので、これ、危ない。もう明らかにやばいよね。扉開けられて撃たれるところいるんですよ、これ。これはいけない。ダメですね。このローバも、そう、遅かったんですよ。今、扉に張り付いたからこうやって入れたんですけども、この前からローバの人がドアメにいたら、これ結構危なかった。うん。あとは、まあ、こっちに敵がいるんで、なるべくだったらこっちの壁に張り付きながらやった方がいいですね。これなんですか、自分から撃たれる方向に出てしまってる感じ。かつ、この人、この敵の人ですね、こっちのミラージュの車線を切りながら撃ててるんですよ。この人車線管理まあできてるかなって感じ。だから、こっちの壁に張り付きながら、この人が前に出ないと撃てないような位置にいなきゃいけない。で、この人が前に出てきたらミラージュに撃たれます。うん。これは車線管理が甘いかな。で、ここのスキャンも自殺行為。うん。これはまあ分かると思うんですけども。まあ一応戦闘シーン見た感じだと、まあグレ持ってますけども、あんま投げる時間はないかなって感じっすかね。で、ミラージが一人でぶっ殺した。はい。したら起こしてますね、これね。あ、これは気づいてないか、起こしてんな。で、ミラージュがまた行って、うん、お、まあウルト使った方がいいと思いますけどね。強すぎだよ。ウルト使って敵の位置どんどん把握した方がいいと思います。とりあえずまあ、ミラージュダウンしちゃったんですけども、あれだね。味方に合わせるの結構難しい。こういう自分勝手に動く敵っていうか、味方に関しては。俺やっぱ離れちゃう。俺も結構突っ込んでる。あ、これはミラージュが悪いかな。さすがにダウンしたのは。まあ、その逃げれるように戦ってないから。ここのアーバーのキアに関してなんですけども、じゃあ起こしてない人がやるんですよ。
別にこれ自分がやったとこで時間変わんないですよ別にアーマーの回復の時間とか結局ミラージュ起こしてからミラージュアーマー拾えるじゃないですか。何も変わってないんでこれやる必要ない、うん、起こしてない人がやります。これは起こしてくれると思ってやったのかもしれないんですけども、じゃこの人的には11分15秒あたりから上を取った方が強いと思いました。重い上にいましたがその判断で良かったのか。あ、そうですね、上から索敵してまあ敵の位置直せて、まあ、射線作ったりする感じですね。まあでもこれワンキル取ってるんで別に折れてもいいけど、どうなんだね。まあ漁夫を考えたら上にいた方が絶対いいんですよね。例えばここもう 上に敵が来たら負けちゃうんですよ。別パーが来た瞬間崩壊するんで上をキープしつつやっぱり下を打ちたい、うん、まあ上はどんな正解です。うん、まあ、別部隊話してますね。こ上取っとかないと結局上取られて死ぬんでね。まあ上に来て射線通すついでに周りも見たいかな。これ槍上取りたいっすね俺やっぱ。槍上取って周りを見てから下を打つ。敵が遠そうだったら、まあ、全然こうとか降りて射線下に通して大丈夫です。一旦周り見たいですねやっぱり。まあ俺だったらもうここの時点でウルト使ってやつは削っていくかな。まあでもここでそうね、バラキのカバー入ってるのはいいかな。うん、ここのポジション正解かな、とりあえずは。ここもマルチの正解。で、スキャンして、まあ、別パの確認。これはしょうがないかな。正直あんまりできることないな。うん。まあ、本当だったら上に登った方がいいですよ、やっぱり。上取られたら負けちゃうんでね、別パに。別パのことを考えつつ、下を倒すような感じでいいと思います。うん、周りを見ていなさそうだったら行くみたいな感じでいいんじゃないですか。止まんな。あ、いるわ。ここ危なかったね。後ろをフォーカスされて死んでるかもしれないですね。うぜえマジ。うん、そうですね。じゃこの人的には、まあ、フェリキを巻き終わった後、ここかな。ここの後にこの時は自分は建物の上にいて他の敵からチュンチュンされると思ったので早めに倒すか逃げたいと思っていたのと、ミラージュさんに合わせて動いてたためはした方がいいのかなと迷いながら戦闘していたところをダウンしてしまいました。この時の時間どうすべきでしょうか。メリキ巻き終わった後ですね。まあ、一応心前の話なんだけども、あれ登ってからのこの後の行動がめちゃくちゃ怖い。こっちじゃなくてまあ全体先みたい。まあ確かにバルキリーとか撃たれてないんですよ。うん、一旦後ろ見ないと怖くない。早めに索敵した方がいい、周りを。もう何が起こってるか分かんないからね。実際これだって、たまたま気づいただけだからな。もし、もっと早くにフォーカスされたら死んでるからな、これ実際は。これは危ない。死んでるね。プロだったら死んでる。相手が弱かったから死んでない。まあ、フェニキ巻き終わって、スキャンして、まあ、まだあそこっすね。この中で別に、詰められそうではないんですけども、これミラージュが食らいすぎちゃったんですよね。それが起点になって詰められてしまったんですよ。で、こうなってしまったので、まあ一旦そうですね。で、うちはポジション、まあ、遮蔽物の間戦ってるんで、まあ、絶対勝てません。あと、味方のカバーもできませんね、これはもう。もう死ぬか敵倒すかしかもう残ってないんですよ、選択肢が。お互い生きるとか、相手を引かせるっていう選択肢はもうないんで、ダメっすよ、これ。まあ、聞いてちょっと、その、野良だからもうしょうがないんですけども、まあ、合わせづらい、はっきり言って、ミラージュには。まあ、やれたこととしては、とりあえずグレ。グレここに投げて足の面。それから、遮蔽物あるとこ戦いたいんで、ここの柱まで行くしかないですね。もうこっちの窓結構もう、ガン無視。この真ん中の窓。うん、この真ん中の窓はもうガン無視でここですね。もう柱行かないと、どちらにせよダメですね。で、ここチャーラー打たれたら飛び出すね。ここで、本当だったらここで戦いたいんですよ。遮蔽物あるから。うん、こっから斜めに車線を通す。
でもそれはできないので、もうこっちに走るしかないですね。グレ投げて足止めしてる間にここの柱まで走る、もうそれしかできないですね。あとここの構成なんですけども、腰打ちです。これ A です、ダメです、あのフォーカスされてるんで。とりあえず弾よけしてください。これこの ADS はもう当ててくださいという感じです。本当に当ててきてください、どうぞお願いしますって言ってるようなもんです。だから一応この人が覚えなきゃいけないのは腰打ちですね。でこの人が覚えなければいけないのが腰打ちの適正距離、それと腰打ちをしなければいけない場面ですね。腰打ちすると何がいいかっていうと移動速度上がるんですよね。まあ、移動速度上がるってことは被弾率が減るんですよ。まあ、移動速度が上がるってことは被弾量が減るんですよ。で一応 CS だから A アシストの問題当ててくるかもしれないですけども、まあ、PC だったら腰打ちして被弾量を減らして時間を稼ぐとか散りづらくする、まあ、それしかないんですよね。これ ADS はもう本当にさっさと死んで敵にまともにダメージを与えられず死ぬんですよ。だから味方のバルキのカバーも待てませんしね、まあ、実際もカセル巻いてるし、もう多分カバーは絶対無理なんですけども、腰打ちで、まあ、その死ぬまでの時間を稼いでカバーをもらう時間を増やすみたいな感じですね。まあ、実際プロだったらここは絶対腰打ちです。じゃあ腰打ちも結構適正距離だな、フラットラインの、まあ、とりあえず、まあ、この距離と、まあ、ここの構成は絶対腰打ちだ。 ADS は 100% ない。まあ、今言ったのがね、もうこの人にできるもうことかな。もうはっきり言っても不利なんですよ。不利なんだけども、一応最大限抵抗できるような動きです。まあ、そうですね、まあ、僕もよく野良ランクしますけれども、やっぱこう、勝手に突っ込む味方に合わせるの、めちゃくちゃ難しいです。実際俺は結構カバーする派なんですけども、カバーをもらえる動きしてくんないとカバーできません。はっきり言ってこれ、俺でもカバーできないかも。まあ、でも実際ね、今回言ったように、こういう、まあ、本当に自爆するような味方でも、やれること自体はあるんですよ、自分で。その自分でやれることは、まあ、反省したり、まあ、今後できるようになるのが、やっぱ自分にとってね、強くなると思います。まあ、でも実際、ここの構成で負けたのは、ミラージュのせいです。もう 100%。うん、100% そうなんですけども、まあ、実際、野良ですし、まあ、あんまり期待するのも良くないんで、やっぱ自分でね、まあ、できることとか、まあ、そういうこと考えた方がやっぱいいです。うん、まあ、自分のせいにするっていう、まあ、そういうストイックな人ではないかもしれないですけども、まあ、そういう感じですね。あ、俺にもできることあったなみたいな、まあ、そういう感じでね、まあ、反省して、まあ、強くなるのがいいと思います。はい、じゃあ今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメント欄にください。ではお疲れちゃーす。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やろん。またね、バイバイ。うん、最高。